という本なんですが、これは確かテレビ朝日でザ・ドキュメンタリーとかいう番組で放送されていたやつなんですけども、本になっているとは思いませんでした。で、読んでみると、そうですね、読んでみると、まあ、ことの発端は白バイとマイクロバスがぶつかったということなんですけども、ただこの捜査方法、裁判官が検察の人に助け舟を出したとか、まあ、スリップコンですね、タイヤの下に水たまりができて、それがどうしてなったのかと聞かれた時に裁判官が、助け舟を出したんですけども、そのことが書いてあったりします。今改めて内容を言ってみようかなと思うと、なかなか思い出せないなと思っていますが、そうですね、まだ、そうですね、10分か、あとは、まあ、このマイクロバスに乗って実験とかをやってみたんですが、時速10キロから20キロでスリップ痕がつくのかというのをやったんですけども、やったんですが、それがなかなかつかなかったんです。あとは、そうですね、そもそも白バイが、緊急のランプをつけないで走っているというようなことを言っていたんですが、緊急じゃないのに道路一般道で100キロ近くすごいスピードで走っているということが周りの人が言っていたんですが、それが確かではないというようなことを言っていましたが、パトカーの後ろに、まあ、バイクを運転していて、これは自分が体験したことなんですが、前にパトカーがいるときに、パトカーは運転しているときにカメラを外に向けて走って走行しているんですが、バイクはそういうのがないのかなと思いました。というぐらいですかね。というぐらいです。